平岩駅は、新潟県糸井川市大和大対象技平岩にある、西日本旅客鉄道大糸線の駅である。港内地上駅で、以前は、島式一面二線であったが、駅舎寄りの線路が撤去された。そのため現在は、ホームは、単式一面一線であるが、糸井川駅からの折り返し列車が設定されているため、信号管理上閉塞協会としての機能が損失され、場内、 出発信号機が設置されている。ホームには列車接近警告機が設置されている。北陸広域鉄道部が管理する無人駅。かつては社員配置駅だったが2002年3月23日以降無人駅となっており自動券売機も設置されていない。ただし無人化後の数年は夏の登山シーズンの未臨時で職員が派遣され。 車内補充券発券機で乗車券を発売していた。駅舎はホームより低いところにあり、階段を登って校内踏切を渡ることでホームへ入る形である。当駅の所在地は新潟県伊藤川市であるが、駅舎には長野県小谷村の優先放送電話機が設置されている。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。 平岩駅俯瞰集落が形成されているものの、駅前には平岩間郵便局と雑貨店がある程度である。駅周辺にはホテルもあるが、車窓からは廃屋も目立つ。駅そばの橋を渡ると長野県であり、長野県側集落への最寄り駅として機能している。連源温泉行きバスの乗り換え駅であり、白馬岳登山の入り口でもある。姫川温泉は、 新潟県道375号を白馬大仏方面へ徒歩10分ほどの新潟県糸井川市川と釣り橋で姫川を対岸へ渡って徒歩10分の長野県側の両側に広がっている。どちらの旅館も有料豊富な温泉宿である。駅前の新潟県道375号は、 白馬方面のクズ峠付近が1995年の集中豪雨によって崩落したまま事実上放置された状態であったが2016年に復旧した。駅前からは糸井川市、白馬村、小谷村など各周辺の観光スポットへ交通の便がある。特に夏場は白馬岳へ抜ける登山口としてもにぎわう駅でもある。北小谷は長野県小谷村、当駅は 新潟県に問い川市にあり、東駅から南へ1キロ強のところで県境を越えるが、東駅から約500メートル北側で、再び県境を越えて、長野県に入り、鎌倉山トンネルを抜けて、新潟県に入る。ABCDEFGH 品の毎日新聞社、出版部、長野県鉄道全駅増法改訂版、品の毎日新聞社、2011年7月24日、 百二十七ページ。ISBN 9兆百四十七億八千四百七万六百四十七、ABC、週刊 JR 全駅、全車両基地三十六号松本駅、小高駅、小バス定期他七十駅、朝日新聞出版、週刊朝日百貨二千十三年四月二十一日、二十七ページ。ABCDE 鉄道優の会新潟支部。 新潟県鉄道全域増保改定版、新潟日報事業者、2015年6月30日、198ページ、ISBN 9兆7848億6132万6066、統計糸井川、統計糸井川令和2年度統計要欄。糸井川市、P54、2020年11月21日、閲覧、一時閉鎖、 平岩館郵便局。日本郵便トップ企業情報をお知らせプレスリリース。開局情報一時閉鎖。平岩館郵便局。2020年9月6日閲覧。ありがとうございます。